はい、マロンザイアマリでーす。よいしょ。前回ですね、コールドスチール AI をレビューしたんですけども、言い忘れた点が2点あって、まずですね、電池交換ができるところ、21700バッテリーが使えるところ、あと、ドリップチップ、510ドリップチップが交換できるところですね。この2点を言い忘れてました。それでですね、今日は、RBA キット。これ使ってですね、RBA していきたいと、RBA じゃない、リビルドしていきたいと思います。で、前回ですね、動画上げたんですよ。上げたんですけど、なんか、規約で、10分以上超えると、なんか、ダメらしくて、上げられないと。それなんで、これ取り直してます。まずですね、素早く行ってきますね。時間がないんで。よいしょっと。まずですね、よいしょ、RBA キットに入ってる510のスレッドをつけて、取り付けして、まあ内容物はオーリングが2個の芋ネジが2個にプリメイドコイルですね。で、コイルはこれ使ってきます。ダメなんですね、初心者ってね。時間が限られてるんですね。知らなくて15分ぐらいの動画アップロードしたんですけど、アップロードできないでいて困ってました。よいしょ。じゃあ尺縮めればいいじゃないかってね、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、なかなかね、どこ切ったらいいんだろうなんてね、まだ不慣れなもんで。よいしょと。じゃあ、これ付属のね、ドライバーで今日はやっていきます。軽く止めて、位置直して、よいしょ。足が逃げてる。いませんね、影で見えなくなっちゃってますよね。よいしょ。まだまだ初心者なんでね、 YouTube もベイプの方も。よいしょ、温かい目で見守ってください。よいしょ。で、キワキワで切っていきまーす。よいしょ。よいしょ。まだキワが少し残ってるんで、これ当たるとショートするんで切っていきます。じゃあ切れてますね。はい。じゃあメーター読みでオームが 0.78。 じゃあ火入れていきますね。真ん中から8へ、真ん中から8へ。から8、はい、OK。 そうすると オームが 2.565
これ多分狂ってますね。本体につなげると多分正確な数値が出ると思います。ここオンメーター壊れちゃったのかな。よいしょ。その前にコットンですね。容器冷ましてからコットン入れていきたいと思います。でコットンが今日使っているコットンはこちらですね。こちらのコットン使っていきます。よいしょ。でこれ一つまみだとちょっと太いんで3分の1ぐらい割いてですね、3分の1ぐらい割いて、で入れてあげると、で軽くすいてあげてですね、よいしょ。こっち側も、こっち側つまんでるんでね、よーく割いてあげて。そうすると、ここにね、溝があるの分かりますかね？ここに溝が。ここにね、溝があるんですけど、ここに、このコットンが来るように合わせるんですけど、ちょっとコットンがこれだと長いんで、溝からちょっと下に出るぐらい供給するように、そこからちょっと出るぐらい。で、この時に、コットンをまとめにくい時は、リキッドを少しね、供給してあげて、あげると、まとめやすいですね。それで、上から蓋かぶせて、あげると、ネジがねうまく切れて、よいしょ、このネジ山がねダメにならないように優しく、よいしょ、入れてあげると、そうするとね、ここに外側にコットンが少し出て、ここから供給していきますんで、それですね。じゃあ、この、こういう、あ、取れちゃった。このコイル外してですね、古い方のコイルですね、これ最初からついてきたコイル、付属のコイルを外して、RBA の、スポット。そして、上げて、待ってくださいね。510のセリフ取ってなかったですね。よいしょ。刺してあげて、これで供給していきたいと思いますと。よいしょ。で、一番最初にね、供給したら、約10分ぐらいね、放置して、それから吸っていきたいと思います。まあ、5分から10分ですね。その間にちょっと片付けちゃいますね。片付け。よいしょ。ちょっとごめんなさいね。画面揺れますね。よいしょ。